元気出しなよ、はぐみ。リカちゃんとルカちゃんが喧嘩をしてしまったことは、とても残念さ。でも、それははぐみのせいじゃない。とても悲しい、運命のいたずらのせいだよ。はぐみ、笑顔よ、笑顔。悲しい顔をしてたら、どんどん元気がなくなっちゃうのよ。でも、はぐみのせいだから。はぐみが、ちゃんと魔法をかけられなかったから、リカちゃんたち、喧嘩しちゃったんだ。はぐみちゃん。そうだ、おばあちゃんなら。え？喧嘩した子を仲直りさせる魔法も、使えるんじゃないかな。おばあちゃん。おばあさんの言う通りだわ。空を飛んだりお菓子を出したりはできないけど、私たちには笑顔の魔法があるじゃない。笑顔の魔法。あ、魔法の言葉、ハッピネスハッピーマジカル。ああ、私たちはいつだって世界が笑顔になる魔法をかけてきた。まあ、むちゃくちゃなことばっかりだけど、結果的にはそうなってたかな。私たちは私たちの魔法でリカとルカを笑顔にしてあげましょう。私たちならお月様だって笑顔にできるわ。心、笑顔を忘れてしまった人がそこにいるのなら、笑顔を思い出させてあげることが私たちの役目さ。どんなことができるかはまだ思いつかないけど、私たちにできることしようよ、はぐみちゃん。みんなやる気満々だけど、はぐみはどうする？はぐみもリカちゃんとルカちゃんを笑顔にしてあげたい。はぐみならそうこなくっちゃね。それじゃあ早速作戦会議を始めるわよ。明日には引っ越してしまうそうだからね。私たちに残された時間はあまり多くはないよ。うん、リカちゃんとルカちゃんに仲直りする時間を作ってあげないと。仲直りって勇気がいるけど、この呪文があれば大丈夫。